自分の考えてたことがうまくいったり、あと、まあ、こういう事故とか考えてそれがうまく進んだ時にはやっぱり喜び感じますね、はい、まあ、いかに早く仕事を終わらせるかということを考えながら仕事をしています。段取りを考えたり、工具を考えたり、あとは接着条件、加工の方法とかを考えて、それをいかに組み合わせていって早く終わらせるかということを考えています。まあ、いいものを作ってお客様に渡すということが自分の実に日頃を考えていることです。今の技術をいかにうまく下のものに伝えていくかということの方が夢っていうんですかね、仕事の考えていくことですかね、はい、取り付け取り外等々は教えられるんですけど、やっぱり各々に考えてもらわないとダメなところが多いんで、その辺がやっぱり難しいところですかね。やるというか考え方というかね、そういうのをどういうふうに教えられるかっていう思うんですけど、そこが一番難しいところですね。まあ常に新しいことに社長はトライしてるんで、まあ自由闊達でいろいろな意見を言い合って、新しい工具とかにも挑戦できるところがいいところだと思います。そうですね、まあ、技術者としてまあ常に上を目指しているので受けました。結果は、県で1位になることができました。良かったことは、まあ、自分のレベルアップにもつながったので、まあ、さまざまな知識を得られてよかったと思います。そうですね、この仕事では常に、まあ、トップを目指して、まあ、頑張っていきたいと思います、はい、若い社員が多いので活気があるところがいいところだと思います、まあ、自由な雰囲気もあるので、でもやるところは、まあ、やる、そういうメリハリのあるいい雰囲気だと思います。まあ、自分がこう端がまあ先頭に立って、まあ、これからその若い人がまあ憧れるような仕事にまあなっていけるように、まあ新しいことに挑戦したりしたいと思います。当社は、化学プラント向けのコントロールバルブと の部品製作及び組み立て、それから特殊ポンプの部品製作ですね。あとは OEM 生産なんかもやっております。ことでいうと、5軸、6軸といったですね、多軸の工作機械を多数保有しておりましてですね、でまたその5軸、6軸という機械はですね、先代の社長がかなり早い段階からですね導入をして、それを使いこなしているというところが、まあ、そういったその使いこなすオペレーターですね、スタッフもたくさんいるということが強みではないでしょうか。想像力豊かな社員とですね、それからやっぱり何事にも挑戦をする、挑戦意識の高い、まあ、我々 の社訓なんですけども、熱意挑戦奉仕という3つの社訓があるんですけども、やっぱりこう挑戦する意識、ね、そしてその、まあ、成し遂げる熱意といいますかね、そういうものを持った社員にどんどんですね成長してほしいなと思いますし、いろんな考え方をですねやっぱり使ってものづくりに挑戦していただきたいと思って、飯塚鉄工のブランド何か一つ世の中に出したいと。でそういうことで、まあ、4年ほど前から東北大学と一緒に、まあ、半導体の装置向けのですね真空ポンプを開発をいたしておりまして、将来さらなる発展をですね、この飯塚鉄工の社員とですね